本気で言ってるのかしら？失策でした。呆れた。奏者よ、うわ、何この階層、本当にただのさら地？いえ、中央にサーヴァントの反応です。宝はあるだけ欲しくなるのに、根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。宝はあるだけ欲しくなるのに、根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。うむ、早速使うとしよう。無駄遣いもまたよしだ。宝はあるだけ欲しくなるのに、根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。
そうか。仕方あるまい。そういうことだ。仕方がありませんね、ミス・カリギリ。ほっといてほしいっす。ジナコさんは迷宮の床に転職するっす。考えたくないよ。ここまで引っ張り回しておいて、なんと弱気な。これは説教が必要だな。奏者よ。意味わかんない。なんなの。ずいぶんなお友達を呼んでくれたわね。エネミーハンターが大量に。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやる。共に喧嘩と散れ。ロサイクス鈍いな。肩慣らしにもならなかったな。世の剣技、まだまだこんなものではないぞ。奏者よ、指示を。華麗に決めよう。
れ。よさ、いくつ？ま、オルキエのやつだな。我らが前に敵はなしだ。まさにオンステージよな。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやろう。うむ、任せる。あんなものじゃないではないか。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。演目だったな。うむ、任せろ。もう動くな。鈍いな。そこを動くな。うむ、次は影のだよ。期待しないな。退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやる。少しはマシになったな、マスター。どう見ても早くよな。良い声で泣かせてやろう。こうしてそなたと戦えること、それだけで余は嬉しい。良い声で泣かせてやろう。うむ、余の独壇場だな。退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやろう。華麗に決めよう。あんなもの返上するぞ。喧嘩と散れ。よさ、いくつ。調子だ。息を乱すな。うむ、任せよ。ま、悪くはなかったな。うむ、もっと褒めても良いのだぞ。
走者よ。そうか。残念だ。残念だ。残念だ。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやろう。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。うむ、世の判断はセラフィーだ。我らが前に敵はなしだ。まさにオンステージよな。奏者よ、ヌプティアへの鐘を鳴らせ。ま、そうですよ、なんだかな。期待しないな、マスター。ほほう、奏者よ、なんと。
者よ。指示を。良い声で泣かせてやろう。うむ、見事、ではないか。こんなもの返上するぞ。鈍いな。うむ、次は励むのよ。剣の研ぎには役に立った。またこんな奥まで来て、リソースがいくらあっても足りないじゃないですか。保護者っすか、ストーカーっすか。君はジナコの何なんですか。友達？友達違うっす。君にとってジナコはに、これ以上なく袋工事で、デッドかつエンドのターミネーターなんです。いいっすよ。100歩譲って友達だったとして。でも、友達って何すか？あなたを見守ってる人が必ずいる、とか、ありがたいお言葉くれるっすよね。親切人。見守ってどうするんすか？それって余裕ある人の娯楽っすよ。自分は自分しか見守れないっす。ジナコさんはとっくに家族もいないっす。作る気もないっす。だってそんなのマジオカルトだし。知ってる？本当の友達って自分より不幸な人のことを言うんだってば。そうなりたいんすか？だったらずっとずっと一緒にこの迷宮にいてほしいっす。それで対等っす。でもそれってできないそうだ。外目指してるんでしたっけ？無理だから。私もそう考えてた時期がありました。ああ、そういう不幸ポジションでは、シンジ君さんとか結構友達が溢れてるっすよね。でも決して、超キラキラ級サーバントのカルナさんとかは友達に含みません。おかしいって最初から絶対。もう何度も言わせんな。構わないでくれっす。ジナコさんにだって友達はいるっす。この世のどこかにも。私はまだ本気出してないだけっす。もう来世から頑張るから。処置なしだな。頭痛がしてきたぞ。これはもはやカルナを招いて面倒を見させてはどうか。ヨガ取って返し誘導してもよいが。いや、うむ、まったく、世話好きよな。そなたならばそういう顔をすると思っていた。それがさ、それが上から目線だってのがわかんないかな。わかんないんだよね。だって強いから。はいはい、一人じゃないっす。みんな仲良くね。やめてよ、マジでさ。私ここに痛いんだから。どうせ痛いなんだから。死にたいなんだもの。
何も感じないんだから。だから。SG の摘出を確認したわ。名称は、ひとりぼっちというところかしらね。ああ、これって本体が BB に怒られるのかな。それも変な話だ。ひとまずはグッジョブ。また一歩外に近づいたっす。外に出ても、友達がいても、行き着くところは同じっすよ。次こそ、それを思い知らせてやるっす。逆襲っす。夜も疲れた。早く戻って横になり。落ち着かぬのか？おとなしく待っておれ。どうだ！きらめく宝石のようであろう。よろしいですか。感謝を。
り。呆れた。うん。